今日午前11時過ぎ、対馬市時和町3丁目の公園でシーソーが燃えたと近くに住む男性から110番通報がありました。通行人の男性ら2人が砂をかけて消火しましたが、公園にあった金属製のシーソーの一部が焼けました。さらにその1時間20分後、北におよそ750メートル離れた名鉄橋商パーキング対馬南で、